坂田港駅は山形県坂田市南新町にある日本貨物鉄道の貨物駅で宇越本線貨物支線の終着駅である。坂田港に面した位置にあり、省内地方の鉄道貨物輸送の拠点である。地上駅。坂田港に面する広い構内を持つ。駅構内の南端には駅の中心となる仕分け線群があり、一面一線のコンテナホームが置かれている。 またこの脇に駅舎が置かれている。その北側の特定には二面三線のコンテナホーム、さらに北側の特定には貨車の解体用に使用されている側線がある。なお、駅舎内には営業窓口の JR 貨物坂田営業所が入っている。校内入れ替え作業や坂田高線の貨物列車牽引のために東新潟機関区所属のデジュー系ディーゼル機関車が常駐している。 また、専用船の入れ替え作業用に、酒田林港開発のスイッチャーも配置されており、港内の一部に、同社の研修庫や、給油施設等が設けられている。常駐するで銃もここに退白し、給油、資料検査等についても酒田林港開発により、行われる。2008年3月までは、東北東総科学酒田工場へ至る、専用船が分岐し、 化学薬品の発送が行われていた。また、食料庁酒田倉庫や、定石テルナイト工業酒田工場、小野田セメント酒田サービスステーション、広島燃料工業などへ至る専用線も分岐していた。その他、食料庁倉庫や、河尾酒田工場の脇を通り、大浜埠頭へ至る全長2 2トルの山形県営公共林行線もある。かつては、 カオサカタ工場専用線や日清電化サカタ工場専用線、米田物産サカタ防府工場専用線などを分岐させ、通路線としての役割を担っていたが、現在公共輪港線から分岐する専用線はない。そのため、公共輪港線自体も撤去される予定である。ありがとうございます。